日向坂46、上下関係マジで異常すぎる。本日、坂本彩香さんと浜岸日和さんの2人でショールーム配信を行いました。その配信の中で、2人で行った沖縄旅行の2日目にマジで喧嘩をしたことを報告。これに対し反応は、沖縄で喧嘩、沖縄2日目はマジ地獄、喧嘩の原因聞きたいわ、旅行行って喧嘩するのはあるあるだよな、2日目会話しないほどの喧嘩て、割としっかりめの喧嘩してて笑った、そのまま不仲になって疎遠にならなくてよかったわ、1期と2期で喧嘩できるのすごいわ、同期だなもはや。ライト直樹様はひよたんがあやにタメ口で話してる姿とか衝撃だろうな。あやひよがめっちゃタメ口でちょっとびっくりした。ひよたんなっちょにもタメ口だったしな。仲いいのはいいこと。でも、こんなにがっつりタメ口だとは思わなかった。